レッスン121許しは幸福への鍵です。許しは幸福への鍵です。ここに平和を探し求めるあなたへの答えがあります。ここに道理にかなっているとは思えない この世界における意味への鍵があります。ことあるごとにあなたを脅かし、不安をもたらす、一見危険に思える状況において、安全を得るための道があります。ここで全ての疑問は答えられます。つまりここでは、ついに、あらゆる不安の終わりが保証されているのです。 許さない心は恐れに満ちていて愛に愛そのものでいる余裕を与えません。許さない心はほんの一時休息したり痛みから解放されたりする希望がないので悲しんでいます。苦しみや惨めさの中にとどまって暗闇の中で目を凝らし何も見ずそれでも そこに潜む危険については確信を持っています。許さない心は疑いでかき乱されていて、心そのものとそれが見るあらゆるものの区別がつかなくなっています。怖がり、腹を立て、弱気になったり、威張り散らしたり、進むことを恐れ、またとどまることも恐れ、目覚めることも眠りにつくことも恐れ、 あらゆる音を恐れています。でももっと恐れているのは静けさです暗闇に怯えながらも実はもっと怯えているのは光が近づいてくることです許さない心が知覚できるのは自らの破滅以外何がありうるというのでしょうか自らの罪は全て本当だということ以外何を見ることができるというのでしょうか 許さない心は間違いを見ず罪だけを見ます生きることを望んではいますが死んでいたらいいのにと思っています許しを望んではいますがそれは叶なわないと見ています逃れることを望んでいますが逃れる手段を思いつくことができません 許さない心は絶望しています。ただ自分で自分をこの絶望状態に追いやっていることが分かっていません。それを変えることはできないと思っています。許さない心が見るものは自分の判断は正しいことを証言しているからです。自分は知っていると思っているから尋ねません。 自分は正しいと確信しているから疑ってみることがありません。許しとは学ばれなければならないものです。心に本来備わっているものではありません。心は罪を犯すことなどできません。罪とはあなたが自分に教えた概念ですから、許しも同様に自分で 学ばばなななければならないのですしかし学ぶのは自分自身からではなくあなたの内なる教師からでなければなりません。その教師を通してあなたは自分が作り出したと思っている事故をどのように許すかを学びその事故を消滅させます。こうしてあなたは自分の心をあなたの真の事故 決して罪を犯すことのないその教師と再び一つにします。今日は許しを学ぶ練習をします。もしあなたが進んで練習すればあなたは今日幸福への鍵を手に入れてそれを自分のために使うことを学べます。朝に10分、夜に10分、いかに許しを与え、 許しを受け取るかを学ぶことに捧げます許さない心は与えることと受け取ることが同じだということを信じていませんだから私たちは今日あなたが敵だと思っている人と友とみなしている人両方に対して許しを実践してみますそして彼らが一つであることを学びます またあなたがその二人は一つであると見られるようになったらレッスンを自分自身にも広げてその人たちの地獄からの脱出には自分も含まれているとみなすことにしましょう長めの練習時間はまずあなたが好きではない人あなたをイライラさせたりあるいは 会わなければならない羽目に陥ったことを後悔している誰か、あなたがあからさまに軽蔑している、あるいは見て見ぬふりをしようとしている誰かのことを考えることから始めてください。あなたの怒りがどんな形をとっていても構いません。あなたは多分もうその人を選んでいます。そう、その人です。 目を閉じましょう。心の中にその人を思い描いてくださいその人を見つめますその人のどこかにいくらかの光今までは気づかなかったほんのわずかなきらめきを近くしてくださいあなたが描いているその人の醜い肖像画を通して ほんのわずかな美しい光がきらめいているのを見出そうとしてみます。そのどこかに光が見えませんかどこかにその光が見えたら、その光がその人を包み込むまで、ゆっくり広がっていく様を眺めてみてください。 ついには光がその肖像画を美しく素晴らしいものにさせるまで見つめます次に「友」と呼んでいる人に心を向けます あなたのかつての敵の周りに見ることを習ったその光をこの友へ移そうとしてみてください。先ほどの光がこの友へ伸びてきます。そうすることでその友を今やあなたにとって友以上の人だと認めるのです。 その光の中でその人の神聖さはあなたにあなたの救い主を見せてくれています今度はあなたがその人に見ている光をその人からあなたに差し出してもらってくださいそしてあなたの敵と あなたの友が一つになって今度はあなたが与えたものであなたを祝福してもらいます今やあなたはその人たちと一つなのでその人たちはあなたと一つです今やあなたはあなた自身によって許されています一日を通して一つ一つの許さない心 それにはあなたの心も含まれているわけですが、それらに幸福をもたらすために、許しが担う役割を忘れないようにしてください。一時間に一回自分自身に言います。許しは幸福への鍵です。私は自分が死を免れず、過ちを免れぬ、 罪深い存在であるという夢から目覚めて神の完璧な子だと知ることになります。許しこそ幸福へのただ一つの鍵です。